めっちゃ好きこのカレー、うん、めっちゃ好きなカレーこれ。あ、うめ、もういい意味だよ、もうほんと想像通り、想像通り、美味しいよ、ほんとに。あ、美味しい、美味しいね、久しぶりに。なんかめっちゃあれですね、ザ・マニュアルみたいな持ち方してくださってます。ほんとに、ほんとに、ちょっとうるさい。うるさいってある。グルメ応戦チャンネル。あ、タコキャンプって、あ、タコグランプキ。タコグランプキ。目に入った情報全部言ってくれた。タコグランプ、なんかここだ、ここだ、そこそこ、オッケーオッケー、来ました、来ました、エンジョイって書いてありますね。左、これいいじゃん、練習に。駐車が本当に苦手なんですよ。これ練習しようだよ、これは。ちょっとじゃあ、うんうん、機械前で、機械前で一回前でしょ、一回前で。オッケーオッケー、左左左左左。言われるかも。ちょっと。ちょっと。いいよ、はい、これ、はい、はい。はい、着きました。いや。こちら、タコグランプさん。うん、ありがたい、はい、疲れてる、疲れてる、いや、20分ちょっとよ、本当に緊張感がやっぱり、うん、いや、でも無事に、いや、無事着きましたんで、ね、得点わかんないですから、あ、そうね、さあ、ということで無事タコグランプに着きました。ディバタコグランプ、よかったです。予想は何点ぐらい？75。あれ、75、出ましょう、自信なさげ。嘘つけ、出た、出た、お前嘘つけよ、お前。つまんねー、簡単な道だったからね。確かに確かに。さあ、向かいです、こちらです、じゃん、86。うわ、おもんな、おもんな、いや、悪くはね、まあ、まあ、決して悪くはないです、ね、全然。ということで、ご褒美、ご褒美。まだリンゴ攻めじゃん、すごいじゃないの。いや、リンゴ攻め、しかもさ、待って待って待って、いや、嬉しいですよ。前に食べろと。サウナ後でもいいんじゃないですか。じゃあサウナ後に食べようかな。ちょっとね、はい、見ましょうかね。なんかすごい、すごいよこれ。なんかめちゃくちゃあるもん。あ、よろしくお願いします。あ、お願いします。ここは何なんですか、これ。ここは2020年に廃校になった小学校をリノベーションしたグランピング施設になっております。なるほどね。なんでメキシコをモチーフにしてるんですか。ここがタコ町になっておりまして、はい、タコ町、タコ、タコスからすごい強引、安直、安直なのか分かんないですけど、ぜひぜひ体育館の方、体育館、かわいい、かわいい、ここは何ですか。本当にただ体育館、ここはもう、もうフリースペース。そうです、募集の皆様。トランポリンやりましょう、トランポリン、本当トランポリン、トランポリンやりましょう、トランポリンやりましょう、トランポリン。7段ロイター版なしじゃ私はもう無理ですよ。嘘だよ、いや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 、卓球ある、トランポリン、卓球ね、これだ、久しぶりにやるか、これやりたい、やりたい、いきます。あ、早い、あ、え、やべえやべえやべえ、叩き打ってくれ、ちょっと待って、ちょっと待って、早い、
違う、こっちだわ、こっち、こうですよ、多分これでカメラ持ってこうですから。あ、こういう自撮りするんだ。そうですよ、自撮り。だって俺が絶対に映ってるまあいいじゃん、別にいいじゃん。はい、チーズ。その、いいじゃん、俺の努力がすごい映っちゃってるいいじゃん、これ大三人でうわ、本当だ、小学校。あ、でも可愛い。うわー、面白い。雑巾がけとかして、ここはバスルーム。元々校長室だった場所。校長室。可愛い中も。うわ、すげー、可愛い。こんな素敵なバスルームが。すごい。あ、いけるいける。この写真撮ってほしい。この写真。はい、はい、でも撮りたくなるの分かる。うわ、ね、かわいい、映える。かわいい、かわいい、かわいい。あー、めっちゃいいわ、これ。あ、めっちゃかわいい。お邪魔します。すげえ。あ、ほんまや、めちゃくちゃいいじゃない。あ、こたつ。本当だ。ベッドもちゃんと4機あるね。うわ、すごい。夜は星空が綺麗なんでしょうね、絶対。そうだよ、そうね。あ、電灯とか明かりがそんなにないから、うんうんうん、コーヒーも引いて、コーヒー引いて、コーヒーガラガラ、コーヒーガラガラじゃあサウナ入ろう。いや無理。あ、プールがそこに。夏場ここで泳いで。そうです。うわー、最高じゃん。すごい。暗くなってもプールやってるので、ずっとプールみたいな形で。何その、楽しいです。やりラフィーな、やりラフィー。あれだ、サウナ。あれだ。え、じゃあ今から我々はあれを、あれに入らせてもらいます。はい。あ、で、水風呂これってこと？一応あの水風呂としては使ってもらってはないんですけど、水シャワーが。なるほど、なるほど。え、別にこっちも入っていく？一般のお客様は、あ、はい、ね、NG なんですけど、もしよろしければ。あ、特別に入ってもいいと。これ。ました。可愛いよこれ。可愛い、ね、これポンチョとカラフル。ここのやつですもんね。ここのやつ。あ、これ今治の。今治？岡田さんはやっぱりこだわりがあるらしいね。そうですね。何こだわり？まあ、まずはシャワーみたいですね。普通の温度の。え、普通温度の。まず常温の？のシャワーとお風呂には浸かりたい、ちょっと浸かりたいんですけど、うん、まあ、今日は。本当はそうなんだ。本当はそうなんだ。そうですね。その方が温まりやすくていいですね。あ、いい、いい、いい、いや、いいですよ。やる？やす、やるぞ。いや、絶対やす。はい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 。向井さん来たんだ。来たんだ。楽しい。え、楽
タオル汗拭くタオル。ああ、汗拭きタオル。そうそう、ファンで塗ってるんで、ファンで。ああ、そう。なるほどね。そうですか。いやですよ。絶対に嫌だ。汚いですよ、さっきから。なんで？だって別にそんな、そんな拭いてない俺たちは。それで別にその、うん、かき混ぜてるだけです、これ。結構一匹ちょっと入ってるんで。ちょっとこう回しこう当たってるってこうこれぐらい、これぐらいのやつだったら絶対に嫌だここの汁を全部、そんなに、いやそんな軽く触れてるだけで軽く触れてるだけで軽く回して軽く触れてるだけだからあっせ、はい、あーだだ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 だなんかノリ違うよな、流派が全然違う。ちょっといいね、これですね。サウナドリンクでちょっと、え、マジで椅子より地面ですよめっちゃ無視するやん。めっちゃ気持ちいい。よいしょ。あー、気持ちいいわ。いや、バズってるゲームみたいなないんですか？パンティーパンティーとか流行ってましたけどね、ちょっと前。何パンティーパンティー？人にパンティーをあげるか、ほうれん草をあげるか、うん、間違いない。何が面白いんですか？ほうれん草、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 俺もあってな、俺がパンティーパンティー、パンティーパンティーノーパンティー、ノーパンティー、すまんねん。え、先生、2個になったら2個もらえるんですか？先生、さっきより難しくないですか？確かノーパンティー、ノーパンティーって言わないとダメ。両方揃ってきた。ノーパンティー、ノーパンティー、パンティーパンティー、パンティーパンティー、パンティーパンティー、ノーパンティー、ノーパンティー、パンティーパンティー、ノーパンティー、ノーパンティー、パンティーパンティー、ノーパンティー、ノーパンティー、パンティ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 ーパンティー、自家栽培した今。パンティーは栽培できない。自分のパンティー作んな。パンティーは栽培できない。自分のパンティー脱ぐな。もう結構来てんじゃない。どう？もういいね。もういいわ。行こう。来るの？本当に？うわあ、やばい。よいしょ。あ？これはすごいぞ。え、寝転ぶのどうですか？いい。え、違いますよね、ちょっと。ほんとすいませんでした。めっちゃすいません、やばい。寝転ぶのやばくないですか？寝転ぶやばいよ。じゃあ、ほらほらほら、すごいわ。あー、すごい、冴え渡ってる。確かに。パンティーパンティー、パンティーパンティー、パンティーパンティー、ポンパンティーって何？ポンパンティーって。やだ、ポンパンティー、ポンポンパンティー。
ちょっとバーベキューができるということで、バーベキューこの中でね、中でそういけるみたいなので、はい、あもうなんかいい匂い、あいいですね、あいっぱいある、あすごい、あ素敵、えアヒージョ、アヒージョうまそう、えめっちゃ美味しそうじゃん、これ何これ、ツナ、スツナ、ああタコスか、タコス、あそういうことね、スツナって何、スツナあんまスツナ見たことない、スツナのこんなあ、いい誕生日おめでとう、今来た誕生日おめでとう、タイミング誕生どのタイミングなの、いや雑、今までで一番雑、今までまで一番雑な、ハッピーバースデーとユー、ハッピーほうれん草、何本あんだよ、44歳、44歳、ありがとうございます、改めて本当に今日ロケ当日がね、そうなの、もう今日まさに44になってるということで、どうですか、この車温泉チャンネルで言ったら50万人、今22万とかだ、すごい、はい、50万人行きたいよね、今年、今年44歳中に、44歳中に、どういうことがあればそんなことになるの、まあやっぱそうだね、人かな、やっぱりゲストがやっぱ弱い、誰みたいですか、例えば、佐藤健、佐藤健、いける佐藤健、ミスター佐藤健さん、逆に来てほしい人とかいるんですか、そう、つながりがなくても、なくて、つながりなかったら、ね、あんま来てほしくない、それも難しいところだよね、そこがややこしいのよ、じゃあなんかここはオフスイッチでやりたい、めっちゃ線引かれてるじゃないですか、私今日、じゃあえ、いや、そういうことじゃないの、だってノーつながりだったじゃないですか、番組でしかないから、いや、だから昇格って言ったら変な話ですけど、ここでよかったらまず YouTube に来てる、オーディションだ、YouTube に出れるかどうか、これオーディション番組これが最高の、現存する最高のタレントそれな心臓に存在する液体の中で一番うまいとされているやつのせの、うわ、うまそうね、これもうちょい、もうちょい行きたい、でうわそっち行くの、あうわやんち、うわうわうわ、これ飲む器になっちゃったうわどうなの、うん、まうまいね、うまい、うん、うん、うまい、うまい、うん、ハバネロソースめっちゃいい、あーいいね、いいぜ、どこがメキシコなんだよその料理漁港の食べ方うわいいぜ、うまい、日本海側の漁港で食ってるくらいうまいんだよ、すごい、漁師さんがそのまんま焼いてくれたやつ、インコにも、あ、インコにある、これチーズあげちゃう、そう、あげちゃって絶対に熱いからまだ、あら、あてあぶない、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 全然取れてない、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 カメラマンさんの癖強くないですか、え？映画って？あ、なんかしてる。え？ご飯もあんだから。これでもう。これでこう。はいだー。
シャーシャー、これもう豚めっちゃ美味しい。うわー、うわ、うまそう。これはすごい。いや、うまい。これがやっぱ誕生日の当日の飯っていうのがいいじゃない。ケーキも食べて。コーラは大丈夫ですか？コーラもらおうかな。うまいんだな。あ、いいんだよな。44元気。かわいい。44爆誕。爆誕44。豚丼とコーラが大好き。いや、ほんとありがとうね。いや、こちらこそありがとうございます、うん、ありがとうございます。楽しい、うん、帰りはね、ロケバスで別々で無言でスマホしながら帰ると思うと。それはもうどういうもん。悲しい、雰囲気だけっていうのがね。あ、最悪。締めとして、まあでも44歳ですからね。ありがとうございました。これが出たら終わりで、終わりの味きたね。スマルゴーゴー。うーん、まんま、いかー、ポケモンイチゴだ。うん、やるよ。これなんだと思う。お味噌汁をプグドカしますって書いてある。